世界の終わり The House。世界の終わり The House、世界の終わり中陣です。4月から始まった僕たちのニュープログラム The House、いつもは The House のリビングからメンバー4人でお届けしているんですけれども、ただいま新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、本日はですね、自宅からテレワークラジオという形でお送りしたいと思います。それぞれ、自宅から別々にお届けしようと思います。今僕中陣も自宅で喋っています、もしかしたら少し音声が聞き取りづらい箇所があるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。普段はですね、僕らはテレビもラジオも基本的には4人全員で出演してくることがねほとんどだったのでね、一人喋りっていうのはあんまりやったことがないですよね。だからなんかこう一人になると急にこうちょっと不安になったりもするんでね、ちょっと温かい目とお耳でお付き合いいただければと思ってるんですけどもね。さて、本日のザ・ハウスですが、それぞれメンバーが1曲ずつ選曲した楽曲をお届けしたいと思います。本日のテーマはですね、自己紹介代わりの1曲ということでございます。世界の終わりの楽曲の中から1曲ずつメンバーが1人1曲ずつ選んでいこうということです。まずは僕中陣の自己紹介をしたいと思います。僕は一応ギターを弾きます。一応っていうのは結構僕はいろんな楽器を弾きますし、結構ギタリストっていうか、まあ一番好きだし一番うまく使えるのはギターですが、結構いろんな楽器もやったり、ギターにとらわれずこの曲にはギターが必要ないなって思ったらギターじゃない楽器を選択し、まあレコーディングやライブもやってます。もうどんぐらい楽器を弾いたんだろうっていうぐらい、もうちょっと数えるのも大変なぐらい。本当にいろんな楽器を弾いてきたなというか、いろんなレコーディングもしてきたし、いろんな曲、アレンジを作ってきたなって思ってます。そんな僕中陣が自己紹介代わりの一曲として選んだのはですね、世界の終わりの曲でドッペルゲンガーという曲がありまして、この曲は僕が作詞作曲そして歌唱までやった曲ですね。僕らが去年出したリップと愛っていう2枚のアルバムがあるんですけど、それの愛という方に収録されている曲で、そう、僕たまーに歌うんですよね。たまーにボーカルもやります。ドッペルゲンガーをなんで選んだかっていうとね、まあちょっと世界の終わりの楽曲としてもまたちょっとないニュアンスというか、結構リップと愛というアルバムは結構メンバー一人一人の個性がよく出たアルバムだと思っていて、まあ詞にしても曲にしてもアレンジにしても結構それぞれの個性がよく出て、ドッペルゲンガーは特に僕の個性がよく出たなと思ったので、選曲しました。聴いてください。お届けしたのは、僕中陣が選んだ一曲、世界の終わりドッペルゲンガーです。この後は次のメンバー沙織ちゃんにバトンを渡したいと思います。何気にね、沙織ちゃんはあれですよ、もともとクラシックの人でね、ピアノをね、一人で舞台上で弾いたりしてたわけですから、それがね平然となんか気持ちよくできてるっていうことですから、ラジオで一人喋りってね、どうなんですかね、サラサラっといけちゃうんじゃないですか。もうコンサートホールでピアノ1台だけでコンサートするってもう相当なもんですよ。俺なんか出ちゃうよ、もし今それやれっつったら。それをね、もう日常茶飯事のように沙織ちゃんやってたわけですからね、一人ラジオはね余裕でしょう。それじゃあ沙織ちゃんよろしく。世界の終わりザ・ハウス、ここからは世界の終わり沙織がお届けします。
皆さんお家で何されてるんですかね。私はですね、子供がいるのでおうち時間結構忙しくなってきましたね。保育園がやってないので毎日こう仕事と子供とって忙しくしてますけど、仕事の方は誰かに会ったりすることはできないですけど、曲を書いたりとか文章を書いたりとか家でできることをずっとやってます。さて、今日は自己紹介ソングを選曲するということで、まずは自分の私の自己紹介をしたいと思うんですけれども、バンドでは紅一点です。男子3人女子1人と。それで一応ピアノを弾いてるんですけど、作家としても活動させてもらってます。一番最初に本を出したのは2017年かな、双子っていう小説を書きまして、2018年だか19年だかに読書感想文っていう本を題材にしたエッセイとかも出したので、ぜひ読んでくださいって、なんか自己紹介なのに宣伝になっちゃった。まあ、4人の中の役割は何だろうな。作詞作曲もするんですけども、まあ、やっぱり女子が一人なので、もし私がいなかったらなんかこうメンバーたちは普段プライベートの連絡とかあんまり取らなかったりするんじゃないかなと思います。なんかこう女子が一人いることで誕生日会しようよとか、じゃあこの CD 出したからみんなでどっか行こうよとかがなんかできてるような、ちょっと不遜ですけど思うんですよね。だってなんかラブさんと中陣が誕生日会しようとか言ってると思えないんですよね。なんか深瀬くんと中陣もなんか違う気がする。なんか二人でじゃあ CD できたからなんか今日飲もうぜみたいな感じじゃないんですよ。だからこう私がやることでみんな仲良くできてるじゃないかななんて思うんですけども、みんななんていうかわかんないです。そんな私沙織が自己紹介代わりの一曲として選んだ世界の終わりの楽曲はマーメイドラプソディです。この曲はね、本当に自分のとっても大切な曲で、初めて歌詞を先に書いて作った曲で、作曲は中陣なんですけれども、歌詞が完成した時に、あ、もう来た、これだと思ったんです。なんかこう初めて自分の中で、あ、こういうものが自分は書きたかったって思うものが書けて、メンバーに見せたら深瀬くんからも俺が絶対書けない歌詞を書いてくれたって言ってくれて、なんかすごくこの曲がなかったらもっとこう苦しい思いの中でバンドをやってたかなと思うんですけど、この曲が書けたっていうのが、なんか自分の頑張ってきたご褒美みたいな、そんな感じの曲ですね。お届けしたのは私沙織が選んだ一曲、世界の終わりマーメイドラプソディでした。自分がミュージシャンとしてこうやっていけるかどうなのか、もう諦めた方がいいんじゃないかと一番悩んでた時に作った曲なので、今日はこの曲かけられてよかったです。ではこの後は DJ ラブにバトンを渡したいと思います。ラブさんの一人喋りどうなんですかね。でもラブさんってずっとラジオをやってたんですよ、世界の終わりをやる前に。それがインスタントラジオっていう曲にもなってるんですけど、結構喋るの上手なんじゃないかな。ハードル上げるけど、ちょっと期待してまーす。ということで沙織さんに続いて、ここからは世界の終わり DJ ラブがお届けします。今僕は自宅のリビングにいるんですけれども、昔は結構漫画とかを買って部屋に置いてたりはしたんですけど、最近はもう電子書籍にシフトして、あんまり漫画とかは増えてない状態ですね。
うん、まああとけん玉とかも買ってあんまり出しっぱなしにしてると怒られるのでしまっておいています。最近やっぱ家にいる時間が長いので、僕は家にいる時はあのスイッチのリングフィットアドベンチャーっていうのを1日1回やって体を動かしてます。結構これを言うとあのどうせゲームでしょみたいな感じで言われたりもするんですけれども、本当に30分ぐらいやるともう汗だくになって、もう完全に風呂に入らないといけないぐらいのもうびしょ濡れになるぐらいは運動を1日1回はやってます。では僕も選曲をする前にまずは自己紹介をしたいと思います。そうですね、日曜日に時間が移って初めて聞いてるっていう人ももしかしたらいると思うんですけれども、あの世界の終わりというバンドで僕はピエロのマスクをかぶっているなんか目立つ変なやつっていう風に思われてると思うんですけど、そいつです。そうですね、個人的な趣味としてはまあ漫画も好きですし、さっき言ったようにゲームも好きでよくやるタイプでございます。そんな僕 DJ ラブが自己紹介代わりの一曲として選んだ世界の終わりの楽曲は、全てが壊れた夜にです。この曲を選んだ理由はですね、前回のツアーカラーズでこの曲をやってて、今まで結構世界の終わりのイメージとかだとやっぱ RPG とかドラゴンナイトっていう曲のイメージが多分皆さん終わりだと思うんですけれども、この曲をライブでやっていくうちに、あ、この曲はこの世界の終わりの新しいアンセムになる曲なんだなっていう風に思っていった楽曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思ってこの曲を選びました。人々は言う。お届けしたのは僕 DJ ラブが選んだ一曲、世界の終わり、全てが壊れた夜に。このライブでやるとですね、やっぱみんなで一緒に歌う感じっていうのがすごい気持ちよくて、本当に前回のツアーカラーズが忘れられないツアーになったなっていうふうに思います。この後は深瀬にバトンを渡したいと思います。結構深瀬は皆さんとっつきにくい印象とかがあるかなと思ったり思うんですよ。うん、結構なんか部屋の隅で体育座りをしてそうみたいなことを言われたりとかもしてたりするんですけども、すごい気さくな、話しやすい、多分、うん、メンバーの中で一番話しやすいんじゃないかな。うん、そういう人です。それじゃあよろしくお願いします。ということで DJ ラブに続いてここからは世界の終わり深瀬がお届けします。今僕も自宅のスタジオにいるんですけれども、このザ・ハウスというラジオがまさかこんなに早い段階で本当に家でやることになるとは思ってもいませんでした。本当にこうハウスですよ、一人で。すごくやりやすいという感じではないですね。いつも必ず4人でやってるものだったので、ラジオはなかなか寂しいですけど、一人でやっていきたいと思います。ではですね、僕も選曲をする前にまずは自己紹介をしたいと思います。バンドではあのボーカルをやってます。たまにベースを弾いたりとかギターを弾いたりとか、この前のザ・カラーズというツアーではだいたいベースを弾いてました。ベースボーカルでやってました。4人の中の役割はそうですね、まあ衣装を決めたりだとか、まあ、ライブのビジュアルだったりとか、結構ビジュアル面みたいなことを担当することが多くて、今回もジャケットを自分で描いたりとか、なんか別に自分がすごいやりたくてやってるっていうより、なんか、こう、おだてりゃ木に登るじゃないですけど、みんなにやりなやりなって言われてやってて、本当にこれでいいんだろうかみたいな気持ちではあるんですけど。そんな僕深瀬が自己紹介代わりの一曲として選んだ世界の終わりの楽曲は幻の命です。なんでこの曲を選んだかっていうと、まあ、僕らのデビュー曲なんですよ。本当にピアノの沙織が中学生の時に作った曲で、それを聞いた時にこいつをバンドメンバーに入れるとこの曲が使えるんじゃないかという非常にですね悪い
発想のもと、デビュー曲になった曲です。じゃあ、聴いてください。幻の内。お届けしたのは、僕、深瀬が選んだ一曲、世界の終わり、幻の命です。初のテレワークスタイルでお届けした、ザ・ハウス。これね、これ、なんか、あれっすね。一人で喋るって大変だな。考えちゃうと、放送事故になっちゃうね。しかも笑ってくれる人もいないって、もう、これは、かなり、なんて言うんですか、孤独ですよ。もう手冷たいですもん、なんか。手冷えてる、なんか。こう、なんだろうなぁ。やっぱりなぁ、4人がいいなと思いますけど、まあ、しばらくこのスタイルになっていくんじゃないかなと思います。そして来週もですね、同じスタイルでお届けします。大変な時期だけども、一緒に乗り越えていきましょう。ここまでのお相手は、世界の終わりでした。